当社は、えー、と消防設備の会社なんですけども火災から建物を守るっていうだけじゃなくて、まあ、当社の意義っていうのは何かっていったらあの人々の命と財産を守るっていうことがあるんですけどもそれってどういうことかっていったらあの幸せのもととなる安心安全提供業だと思ってですね まあ会社で例えば工場があったとするとそこの工場が燃えてしまうとそこの社員さん社員の家族で取引先さんもう全ての人が不幸になる本当に自分が関わったところに関しては絶対に大丈夫っていうような思いを持ったあの社員であのこれからも事業を進めていきたいっていうのがあの僕の思いであります。最近は あの会社って誰のものかっていうことを考えた時きもちろんお客様も大事にしなくちゃいけないんですけどもやっぱりいい仕事をしようと思うと社員を幸せにしないことには絶対にあの自分が不幸な状態でお客様に尽くせって言ってもそれは絶対無理なんであの社員を幸せにするっていうことと僕自身こう仕事に対しての考えっていうことで言うとまあ寝てる時間をこう除くともう かなりの時間仕事に費やしてるとその時間がやりがいがあって楽しくなかったら絶対に良くないっていうのを思うんで楽しいい会社にやっぱりしたい、まあ、あの楽した楽めば楽しむほど、まあ、業績も上がるっていうこともあるんでその一つとして会議やなんかもですね、まあ、今までこう数字が羅列されてなんでそんなにそれぐらいしかいかなかったんだとかっていうのじゃなくてまずあのヒーローインタビューからスタートすると。 あの先月頑張った人あのまあ例えば目標を達成してうまくいったという人のなんでうまくいったかっていう理由をもうみんなで共有しようとであの意外とそのうまくいってる人の真似をするっていうのが一番あの成長が早いんでいくら会議で先月の結果のことをいくらやったって結果って絶対変わらないんで過去は変えられない未来は変えられる。そののための あの常に前を向いたあの会議っていうのをこう実践しようということで、まあ、そこら辺も一つちょっとずつ成果が出てきているのかなっていう気がしますね。<music> えっと、僕にとっっててののの仕事の喜びっていうのは、えっと まあお客様に対してこう商品とかサービスとかって渡してただ代金を得るっていうのは本当に50点の仕事だなと思ってですねで「ありがとう助かってそこまでしてくれるの」っていう形で言われて初めて本当に仕事をやっててよかっただからお客様に感謝されて本当に嬉しいっていう思いがあればあるほどあの次の仕事に対しても前向きになれますしただ あの仕方なしに食うためだけに働いてるっていうあのまあ僕言うんですけどライスワークあの食うために働くのはライスワークっていう形であの言うんですけどそれじゃ本当に悲しいんじゃないかなとだからあの好きでやるっていうライクワークっていう風な形でないともう自分にとっても良くないしお客様にとっても良くないんじゃないかなと。で <laughs> あの楽しくないと結局お客様のところに行ってもいい顔もできてないわけですしあの人は誰でもそうですけど暗い顔して嫌々やってる人が会社に来たって絶対うまくいかないんでやはりあの仕事は楽しむでお客様が喜んでもらうのが本当に非常に嬉しいでまああの会社でいろんなセクションありますけど内勤者は内勤者で外勤者の誰かのお役立ちっていうことで。 あ,のありがとうをもらわない仕事っていうのは絶対ないはずなんでもう常にありがとうを意識してやっていくとより仕事が楽しくなるんじゃないかなって僕は思ってます。で全体的にやはり仕事って考えれるようにならないとそのポイントポイントじゃなくて不動でですね流れの中でどうなのかとかそして例えば仕事をさらに発展させるためには時代の流れとしてどうなのかとかそういう。 あの点で考えるじゃなくて流れで考えるっていう癖がついてる人でないと多分これからの時代あの AI とかそういった形であの人に代わってコンピューターがとかっていうような時代を乗り切ろうと思うと常にあのそ,そういった考えがない人っていうのは生き残っていけないような気がしますね。であとは、まあ、うちの会社でいうのは多気力。 他の人を喜ばせる力常にやはりお客様を喜ばせようまたあの社内でも、えー、と同僚やなんかをこうやったら喜んでくるんじゃないか常に多気力を発揮してる人っていうのは、まあ、結果的にあの自分が人を喜ばせるイコール 困った時にも必ず自分が助けてもらえるるいう形になるんで、仕事で多気力を発揮してるとまあ私生活でも例えばあの奥さんに多気力を発揮したりだとか子どもに多気力を発揮したりで人って自分のためだけじゃ頑張れないんであの大事な人のためにだったら人って頑張れるそういった思いを作るためにも多気力っていう考え方は絶対必要じゃないかなと思うんですけどね。 最近インターンシップだとか会社説明会なんかでいろんな学生さんとお会いするんですけどもその時に別にうちの会社に入ってくださいっていうことじゃなくて若い学生さんが就職してそしてその学生さんたちが活躍するっていうと本当に日本がよくなるっていうことになるんで。 あのうちに来る来ないは関係なしにまあいい会社の選び方だとかあと仕事に関してのまあマインドみたいな話っていうのをこう必ずさせていただいてるんですね経営者とか上の方っていうのはやっぱり理念とかそういった話されるんですけどその若手の人にどれほどその理念っていうのが浸透してるのかなと。だからあの 学生さんが入社してこう仕事を教えてくれるっていうのはちょっと上の先輩なんですねその先輩たちにあの理念だとか本当にお客様を大事にするっていうのが言葉の端々から出るかどうかだからこれがあの社風として本当に浸透しているかどうかっていうところを僕は判断してもらった方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、うちの会社なんかはどんどんかかどど若い人にチャレンジさせるるよくあの失敗ししたら反省してるかとかか反省しろとかってよく言うんですけど あの失敗してもうちの会社は反省するな改善しろどうやったら次うまくいくかであの常に未来志向でいかないとあのチャレンジ精神っていうのを失われるんであの、まあ、会社っていうのは若い人が入ってきての失敗なんていうのは本当に事業だよっていう形でもうそれは最初からも会社は予算取ったりみたいなもんなんであの大いに失敗して同じ失敗をしないように。 失敗をしたことがないっていう人は絶対チャレンジしてないっていうことなんであのこじんまりとしたあの、ね、人になってしまうんで、まあ、今の若い人にそんなこじんまりなんかしてもらったらもう本当に会社だけじゃなくて世の中までおかしくなるんでチャレンジして失敗するのは若者の権利だと。 いうようよなつもりで,ですねもうどんどんやっていくうまくいくまでやり続けるうまくいくまで改善し続けるっていうマインドを持ってもらうのがいいんじゃないかなと思います。あとはやっぱりそのチャレン失敗を許すっていう環境がないとあの社風であの例えば会社全体で考えていくと新商品だとか新サービスとかっていうのって当たるかどうか分かんないじゃないですか。で 10個新しい商品とかサービスをやって1個当たれば企業って急成長していくわけですね。ということは1個を OK にするために9個の失敗を OK だよっていうものがなかったら誰もチャレンジしなくなるんでですからあのそ,れをそこら辺をしっかりオープンにするそして若い人が失敗したら失敗を責めるんじゃなくて。 代表して失敗してくれたんだからみんなでそれを改善してより会社を良くしていくっていう考え方が一番大事じゃないかなと僕は思ってますね。